ニューヨークセントラルパークでのコンサートロドリーゴイ、ガブリエーラは、メキシコ出身の男女アコースティックギターデュオである。リードギター担当のロドリーゴ・サンチェスと、リズムギター担当のガブリエーラ・クインテーロによる、リズミカル活速弾きを駆使した、インストゥルメンタルギターが特徴。ロドリーゴとガブリエーラは、共にメキシコシティの中流階級の家に生まれた。二人が出会ったのは15歳の時で、 ロドリーゴの兄が館長を務めていた市の文化センターで、ガブリエーラが演劇のクラスを受講していた縁で知り合うことになった。お互いヘビメタル好きだった二人は、すぐに意気投合した。1990年代初め、ロドリーゴは兄と共にティエラアシダという名前のスラッシーメタルバンドを結成し、ガブリエーラも1993年にギターで加入した。しかし、 レコード会社との契約には至らず、1997年に二人はメキシコシティを離れてリゾート地のイクスタパに移った。およそ9ヶ月の間バーやホテルで演奏する日々を送るうち、他とは違う自分たちの音楽を作りたいという欲求が二人の間に生まれていった。やがてメキシコ国内の音楽業界に限界を感じた二人はヨーロッパに移ることを決意した。アイルランドは よそ者のミュージシャンを心よく迎え入れてくれる場所だと聞いた二人はダブリンに今日構えパブや路上での演奏活動を始めた。ダブリンの中でもストリートミュージシャンの多いグラフトン通りやテンプルバーといった通りで演奏を披露するうちダミアン・ライスに見出されアイルランドのロックフェスティバルオクセジェンへの出演を果たして注目を集めた。2005年彼らは 数多くのイギリス国内のフェスティバルに参加した。インディーズよりアルバムフォークを発表した後、テイクファイブやメタリカのカバー、ワンのメドレーを含むアルバムディフォークがゴールドディスク認定され、続くライブマンチェスターダブリンがプラチナとなった。そして2006年にはジョン・レ・ッキーのプロデュースによるロドリゴ・ワイ・ガブリエラを発表、アークティック・モンキーズやジョニー・キャッシュを抑え、 アイルランドのアルバムチャート1位を記録した。アイルランド国外でもリリースされ、日本では劇場ギターラのタイトルで発売された。ロドリゴ・アイ・ガブリエラには、レッド・チェッペリンの天国への階段やメタリカのオライオンのカバーが収録されている。二人は彼らの音楽の源流の一つとして、メガデス・スレイヤー・テスタメントやオーバー・キルなどのメタルバンドと共にメタリカを挙げている。 他の収録曲は彼らが行った場所や出会った人々から得た着想を元にしたオリジナル曲である。2008年3月30日、渋谷リオで初の日本公演を実施し、当日の録音はライブアルバム劇場セッションとしてリリースされた。2009年、二人が敬愛する11組のアーティストに捧げられた楽曲を収録したアルバム格闘弦を発表。 2011年には音楽監督のハンスジマーが二人のファンだったことから映画パイレーツ・オブ・カリビアン生命の泉のサウンドトラックに参加した。ロドリーゴとガブリエーラは私生活上でも長らく恋人同士であったが2012年に関係を解消した。しかしその後も音楽面でのパートナー関係を続けている。二千十四年現在ロドリーゴはスペインのバルセロナ ガブリエイラはメキシコ在住である。二人とも菜食主義者であり、動物の権利を支持している。ロドリーゴとガブリエイラともにヤマハのエレクトリックナイロンストリングスギター NX シリーズを使用している。ロドリーゴはスリムネックの NTX1200 を、ガブリエイラはより伝統的なサイズの NCX2000 と NCX1200 を使用している。ありがとうございます。